はい。はい。なんだよ、こんな。超バラバラにいるの。ですね、始めていきます。前回からちょっと10日以上経ってまして。びっくりしちゃった。いや、その間にさ、PS5 買ったりさ、設置したりさ、いろいろ大変だったんだ。で、まあ、ここを来て、で、決戦っていうクエストを、まあ、受けてはいるんだけど、決戦をするとまたなんかね、いろいろね、できなくなっちゃったりするみたいなので、これとかね。これとかもやりたいし、まあ、やれるクエストをちょっとまたやってって、から、改めて決戦に向かいたいと思います。で、さあ、違う。だから、一回、帰るね。ヘビーだしね。いや、それでさ、PS5 をさ、入手したからさ、ドラゴンズドグマ2のキャラクリエイターとかやってたんだけど、なんていうのかな、ものすごいさ、ほら、すでにもうちょっと操作がおぼついてないでしょ。あ、そうだ、ちょっと回復してこ。あのね、A と B と、A と B じゃない、バツと丸？バツと丸が逆なんだよね。まあ知ってはいたんだけどさ、バツが決定で丸がキャンセルなんだよ。それがさ、やっぱさ、聞いてはいたしさ、絶対戸惑うだろうなと思ってたけど、それ以上の戸惑いがあってさ、もうどうしようと思って最初変えたりしてたんだけど、キーの設定を。そうするとさ、他の何、例えば×で決定とかも丸になっちゃうし、え、なんで、どうして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 だろう、なんでだろう、いや、どうしてそんなん出た、オンラインになってるね。あ、もしかしてなんかあるのかな、オンラインにはなってるよね。たまになんかね、勝手にオフラインになってる時あるんだよ。まあいいや、とりあえずいいでしょう。で、今日ね、3月20日なんですよ。で、3月20日で、まあ、あさってだから2が発売になるんで、もしかして、でね、なんかね、ダウンロード版を買ったんだけど、予約したんだけど、20日にダウンロードできますって書いてあったから、それ系でなんかおかしいことになったのかな。まあいいや。ゲームに支障はないと思うんでやっていきましょう。バンナー。バンナーこれ。ちょっとこういうの置いとこう。公約層は持ってよ。強心や。ここら辺全部置いとこう。でね、そうそうそう。バツと丸がね、やばいって話で。で、結局さ、だから、設定で変えれるんで、変えたりして、しばらくゲームやってみたりしたんだけど、他のキーも変わっちゃうからさ、で、表示、ゲーム内の表示とかは当然だけど、変わらないんですよ。だからね、結局だからその、元の、あ、なんだこれ。こんなん持ってる。これ、杖か。ちょっとこういうのも。あ、これもらったんだよね。これ着とくといいみたいなことだったか、ちょっと。信頼のイヤリングって何？混乱か。これ一旦しまっとくか。だからね、結局そっちで慣れるのがいいっていう、まあ、結論なので、そうしようかなと思ってます。だからさ、私の場合はこの発売、ドラゴンズドグマ2発売後もダークアリズムも一緒にやるし、ゲームごとに決定と、
あのキャンセルが違うっていうことになるんだけど、もうしょうがないよね。もうなんかちょっとすごい、あの操作が今まで以上におっかなびっくりになると思うんですけど、まあしょうがない、しょうがないから諦めてやります。なんかいい方法がねあったらそうしたいけど、それもちょっとまだわかんないから、もうこれだから B がさ戻るで A が決定なんだけど、この B の位置が×で A の位置が丸なんですよね、 PS5 は。好きなのを選びな。これさ分かってはいるんだけどさ、ちょっと待ってね。この強化ができねえか。しかし鉄どれも いやー思った以上にねすごい、私にはやっとくよ、できるやつは。あ高いね、でもまあいいか。障害になりそうですねこれは。はあ、ちょっとこういうのは あ、でもすごい楽しみ。あなんだ、はてなはてなはてなって、これやっとこう。2すごい楽しみです。ダークアリズムも全然あのなんていうんですかね、モチベーションが下がってるってことは全くないので、うん、やれるやつやっとこう。お金ならある、お金と素材ならあるんだ。ほい、どれも一品だ、また来な。で古田のさ、ジョブレベルがさ、私もカンストしてたなと思ってメモに古田ジョブをチェンジって書いてあるんだけど、あと1個あったからちょっとしばらくこのままでね、もうすぐでもカンストしちゃうね。うん、なんか戸惑うね、一つ一つの動作に。バカでかい城壁があるからってんで、ここに店を構えたんだぜ。そうだよね、まさかここも危ないってことはねえよな。なんというフラグを立てるんだ。さあちょっととりあえずこれ装備系全部預けて、こういうのとかで装備変更、あこれはね多分着てった方が、さっき決戦の時はなんかそのこの竜対竜のやつみたいだから着てった方が良さげなんだよね。これって今別のやつしてんのかな。うん、これ持ってないよね。戻る。さあ何をする。いちいち戻るとか言わないとできない。そうそう、アサシンだから片手剣もできちゃうんだよね。そうそうそう、気をつけなきゃいけない。これはいいでしょ。これこれこれ、竜側のなんとかっていうのはこれか。あーこれ着とこっかな、そんなに変わんないもんね。今何着てんだろう私。トルーパースーツか。じゃあこの竜側のベストにしときます。うん、腕は多分これが強いんじゃないね。腕は強い。そう、いちいち指差し確認しないとねダメですね。戻る。あしゃあないしゃあない。あこれね、これもかっこいいんだよね。でもそうすると私のさ、このドロワーズ系のズボンは後ろからは見えなくなっちゃうんだよね。これかっこいいよね。かっこいい。なんか獣の王って感じで。じゃあ古田ちゃんに行ってみよう。あー、やっぱ骨
鍛えられてないからか、あんまりまだ強くないね。ほい、戻る。腕がなんかいろいろあったなあ。あ、これ強いんじゃない？スカーレットハンズ、ジェイドバングル、これにしとこっか。今何してるんだ？あー、この網網のやつか。これにしよう。はい、おう、かっこいいね。お腹出てんのもかっこいいよね。今何着てんだ？チェインメール。見た目はなんかチェインメールの方が、これだとなんか白いさ、肌着が見えてますって感じだもんね。うん、でもまあ、うん、どうしようかな。チェインメールでいっか。チェインメールにしよう。うわあ、こんなんなるんだ。R。これ見えなくない？大丈夫なのかな？案外見えんのかな？うん、いいや。この口マスクで。で、今、このやつしてて、そっか、これを手に入れたんだね。ふん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 。勝った。はい。はい。さあ、何をする？おい。好きなのを選び、また来てくれ。でですね、今日は、だから、メインクエストを進める前に、いろいろなんか、やり残してるクエストを、やっていきたくって、まずね、いっぱいあるんだよね、でも。だから全部やるかどうかもちょっと今迷ってるんだけど、まあ、やれるのはやっときたいという気持ちもありつつ、まあ、とりあえずは今受けてるやつでね。バルミロね。あ、これね。ちぎりのメダル20ね。ちぎりのメダルもやっていきたいんですけど、うん。これね。ここのなんかクエストもあるみたいで、エルンスト城塞跡。うん。結構最初の方に受けてたようなやつなんだけど、カラスまだ2体しか倒してない。あ、これね、喉元ね。喉元もちょっと常に。あ、あと4頭。これ。これ行きたいと思います。なんかね、これ、前に、行った、なんとか砦の先にあるところらしいんだよね。どこだ？どこだ？あら、マップ。マップに。うわ、なんだこりゃ。汚れ山。もう、指輪物語じゃん。え、どこにあんだ？なんか、暗み砦だったかな。その先行くとは、あれですよ、みたいな言われたさ。もっと先なのかな。最果ての、出てこないね。広域マップ。出てこないね。あれ今、あれしたよね。クエストで。あれそうだよね。これにしたよね。マップ確認。なんで出てこないんだろう。こっち？ないね。頂上砦。この先って聞いたんだけどな。まあじゃあちょっと行ってみるか。ね。体力回復。アイテム。スキル管理。
様々な機能が利用できます。そうそうそう。で、まあ、そうね。皆さんお強いんで、このままでいきます。まあ、洞窟だから、昼夜関係ないっしょ。これじゃないよね。頂上取り手じゃないもんね。ここかな？久々に、くらみ取り手に行くよ。いやー、どうなるかな。通称くらみ取り手。うんうん。西方からのゴブリン。くらみ取り手でさ、なんかさ、下からさ、行けるところがあって、そこ行こうとしたらポーンにこの先は危険ですよって言われて、すごすご危険なら行かねえよっつって帰ってきたんですけど、その先のやつみたいな感じなんだよね。あ、誰もいない。ダッシュダッシュ。もうね、2発売にもう間に合わないってなったから、結構開き直ってめっちゃゆっくりやっていこうと思います。そのね、操作だけなんだよね、あとだから。あとさ、ここの宝箱さ、普通に落ちたらって言われてさ、これ取ってみよっか。普通に落ちれんのかな？私にそんなことできるかな？かなり前の話、あ、これ肉じゃね。まあ、腐った幻の肉。腐ってんのか。ちょっとじゃあ、重いだけかな。誰もいないね、でも。もう敵とかもいないんだね。この砦は落としたもんね。だからめちゃくちゃゆっくりやろうと思ってます。2周目とかもね、当然やりたいんですけど、どんだけ実況するかはちょっと今のところわかんないけど、やるはやるんで絶対に。これだよね。ここから飛び降りれば、はい、下にある建物内に侵入できます。おお、いけた。あれ、でもこっちともっと違うとこだったっけ。ブロンズサバト。あ、登れるじゃん。しかももう一個あったんだよね。これ、ここじゃない。宝箱を開けます。開けます。ここだ。いけ。何かありますよ。でも開けれました。ありがとうございます、教えてくれた方。よし。あと、あっちにもあったな、そういえば。ここになんかでかい、いいやつ。ちょっとそれも取ってこう。ありがとう。回復ありがとう。回復助かる。回復助かる。ありがとうね。でも取れたから、OK よ。あっちのさ、あの、外側になんか一個いい宝箱あったんだよね。あとさ、そのボス部屋のさ、隣のとこもあったよね。そっちから行こっか。そのボス部屋のとこか、まず行ってみますね。ここはもうない。あ、違う、ここじゃないんだっけ。なんかどっかから見えてるやつがさ、復活してないかな。まあ、行くだけ行ってみよう。薬あり。ここあるやん。ブレメッチ、なんか武器的なのあるやん。こういうとこも。いや、私さ、ほんとこういう探索とかむっちゃ好きだからさ、もういつまででもやるんですよね、ほっといたら。早く行けよって思われてるかもしれないけど、こういうタイプなんで、多分2もこんな感じですごいしつこく探索しながらやっていくと思います。楽しみだな。もうだって本当にさ、キャラクリのあの画面だけでむちゃくちゃ綺麗なんだもん。当たり前だけど、いや、私でもスイッチのこのね、ダークアリズム見た時も、うわ、なんだこのグラフィック綺麗って思ったから、それの多分100倍くらい綺麗なんだよね。すごいんだよ、本当に。だからもう探索むちゃくちゃするの楽しみでさ、もうワクワクが止まらねえよ、マジで。よかった、この時代に生きてて。本当にさ、こっちだったと思うんですよ。
ほら、あるやん。え、え、くる。ぴゃ。ありがとう、すぐに飛んでくる。またウルフヘッドだ。いらねえな、ウルフヘッド。こんなにしてまで。ありがとう、アイセリアちゃん。べしゃ。ああ、おもろ。さあ、じゃあ行くか、その洞窟とやらへ。薬草大事。めちゃくちゃ楽しみ。で、キャラクリもさ、結構私にしては会心の出来だからさ、私このキャラもね、すごい気に入ってんですよ。で、あと古田ちゃんも。だから、どっちも会心の出来なんだけど、私的には。キャラクリがうまくいったってなると、それでまたすごいさ、テンション上がるよね。ここじゃなかったっけな、ちょっと覚えがないんだけど。まあ、一回ちょっと行ってみますね。あー、ここっぽくない？そんなことない？あ、扉みたいなのあるじゃん。ここを抜ければゴブリンの巣窟に行けるの。巣窟？あ、これだ。ちょっとセーブします。めちゃくちゃ楽しみですよ、本当に。警戒してください。この先マジでゴブリンがいますよ。私アサシンなんだけど大丈夫かな。久しぶりなんだよね。10日ぶりぐらいだから。チビレアあったな、そういえば。プラマリウチ、オーグウチ。ごめん。すごいいる。ほんとすごいいる。おお、石投げタイプ。はい、行きます。かまいたちで行きます。我々の勝利です。お、やった。すごいいたね、本当に。言ってた通り。あ、なんか薬草的なのがいっぱい。まだいる。私本格的に採掘しててごめんね。攻撃とかはさ、だから同じっていうか感じなんで、本当に決定とキャンセルだけ本当に気をつけないとね。マジですごいやばいことになりそう。ちょっと一呼吸置いてからね、やらないと。ありがとう。何かあります。すごい色のもあるね。あ、お金？お金あった。何かあるようです。ここにもなんかある。地図。うん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 。この先？あ、金があるぜ。金がありますぜ。入手した。旦那方。いいもんありますね。何かあるようです。ここには死の匂いが立ち込めています。そうですか。もうあのゴブリンたち生き生きしてたよ、なんか知んないけど。え、びっくりした。フルタが私に切りかかってきたのかと思った。いやー、こうか。こっちに行けばいいのか。だー、気をつけて、ゴブリンがいます。引き打ち、引き打ち。ゴブリンは炎を嫌うようです。いる、まだいるね。援護します。入手しておきます。ゴブリンは炎を嫌うです。やりました、やりました。ごめん、あんまり当たんなかった。僕ゴブリンは火に弱い。火に弱い。拾いましょう、拾いましょう、拾いましょう。お金、うん、みんな強いね。大丈夫そう、全然。扉は開いていますが、
素直に通り。あれか、あれでは誰が作ったのでしょう。自然の空間ではないようですよ。このさ、しびれなんとらやを私は。しびれか。どうだろう。しびれてないっぽいな。おお、折れた。早いね。ちょっとザコやってからにするわ。最終的にこれザコが一番うざいからさ。行くよ。もうちょっと。お腹、逆に行っちゃった。お尻の方行っちゃった。あ、すごい弾かれてる。カブトの方がいいのかな。あ、取れた取れた。もうちょっとこれに行って、あーと待ってね、あれがない。お肉ね腹下すっつってるから食べない方がいいか。これこれでいっか。あ、大きいキノコはあれか。待って、捨てちゃダメ捨てちゃダメ。普通のキノコ、最終的にキノコが一番使いやすいっていうね。でこれ薬草、あー殺された。全然私なんかいなくても倒せそうな感じ。あ、ちょっとごめんごめんごめん。あ、よし、鎧のない部分。お尻。頭。もうなんかやれそうだね、でも。もうちょっと上か。カブト。もうカブト脱ぐ前に死んじゃうかな。よし。死んでしまった。よし、ほんとみんな強いからな。全然いけるよ。いびつな眼球、私見つけらんないわこういう時。大抵もうないか。大丈夫か。これ先もあんのかな。あるね。ちょっと行けるとこは行ってみようかな、せっかくだから。アイテムを拾います。拾って。あー、そこになんかさ、物見やぐらみたいなのあるよ。ちゃ暗いね。ちょっとあれつけよう、ランタン。あんまり意味ないか。え、ランタン、あれランタン、あ、ランタンつけてたのか私。多分そうだな、より暗くなったもんな。はい。あ、宝箱あり。お、なんかいい盾みたいのが手に入ったよ。この先もなんか行けるの？行けなさそう。大きなもんです。人間のためではない。敵の気配が。フィールドの知識を得ました。ここで。竜とかと戦うの。いやでも違うよね、竜はあそこだったね。敵の気配がするって書いてあった。シコンのマフラー、うん、壊していけ。あ、なんか出てきた。大きな金貨袋出てきたじゃん。何かあります。こういうの大事。こっちは扉あるけど。宝箱が見えますが、うん、扉が開きません。今は開かないよ。どういうことだ。また来るんだな、じゃあここに。よし。でも案外もっとなんか長い洞窟なのかと思ったけど、案外そうでもなかったな。っていうことはこれで終わりか。こっから来たんだよね。
そうっぽいね。うん。この先行けなかったもんね。わかりました。で、一回帰りましょう。あ、まだごめんなさい、じゃじゃじゃ。ちょっと待って。ツールズ。またヘビーになってる。まあ、いいか、一回帰るから、どうせ。でね、次がね、これで多分なんか、今、全然画面見てなかったんだけど、意味ありげな石、なんかもらったっぽいんだよね。これじゃないか。これか。これね。うん。で、銅のやつはいくつか持ってて、もう商人にも渡しちゃったんだけど、これ、一回しか渡せないのかな？一周目では。一周では。一回。で、まあ、銅と銀と、まあ、もちろんあと金っていうのもあって、金の彫像を手に入れるクエストもやろうか。ちょっとめんどくさそうなんだよな。おい、好きなのを選びな。さあ、また。好きなのをまた来て。ごめん。またちょっとさ、強化できないか。サラさんじゃない。主人と息子も感謝しております。はい、本当にいいよ。ありがとうございます。ごめんね、何度も。生活に不安はまだあります。そうだね。しかし、鉄、どれも一品だ。そう。これって、ああ、あれなんだ。うん、これはいいな、ウルフヘッドは、さすがに。へぇ、これいけるじゃん。紫紺のマフラー。紫なんだろうなぁ。ないね。どれもいい、また来な。はい。はいはいはい。これまた入れて、ちょっと装備変更してみる。好きなのを選びな。さあ、何を。今何だった？見てなかったな。解いて、そっか、付け替えた後閉まってなかったな。強心薬いっぱい拾ってる。オッケー。さあ、何をする？さあ、ディープクリムゾン。魔法攻撃力がやたら上がるね。じゃあいいや。で、あとはこれは、このままでいいね。足がなんか拾ってたな。でも、装備できないのかな？なんか靴っぽいやつだったよな。装備できないのかもしれない。おー。
かっこいい。ちょっと弱くなっちゃうね。うん、かっこいいね。この片方垂れタイプもかっこいいね。うん。これか。あ、お。あなんかほんとなんだろう。モンハンの、あれみたいだな。悪くないけどな、ウェアと合ってないんだな、多分。ちょっとこれにしてみて、今何つけてんだっけ。ハイブーツか。ハイブーツ。これにしてみて、こういうのと合わせればまだね。あ、でもなんかこれだけ浮いてんな。あ、でも強さを取るか。強さを。微妙にほら、肌が出てんのが、私やだ、こういうの。こういう着こなしやだ。あ、これすごい、後ろが出てる。へぇ。あー、これも網タイツみたい。でか網タイツ。あ、でもこれ赤足はダメ。赤足はちょっとまだ私には早い。あ、今、あれ？同じやつ？レイバーパンツ。これならまだ出ないんだね。これじゃあ履かしてもらおうかな。なんか出てるようにも見えんだけど、出てないんだね、これね。はい。じゃあこれで。うん。え、なんかさ、武器。これか。うわ、赤い。あー。へぇー。こっちがいいかね。うん。あ、違う。さあ、はい、何をする？好きなのを選びな。また来てくる。はい。あとね、もう一個、ちょっと、やりたいとか、できるのかどうかもちょっとよくわかんないんだけど。物売りという職も大変そうですね。見えてる。この奥の階段は上の区画に続いているようですが、うんうん、この階段は便利ですよ。迂回路としても使えます。あ、どっちかできる方でいいか。一つはね、フォーニバルの娘のほらクエストやってなくって、結局その嘆願書を得られなかったんだけど、でもまだ受けれるは受けれるみたいなので。あ、でもなんも、あ、緑だ、この人か。じゃあ時に各社の、何、あなた今もっと前に困ってたでしょ。あれ以上困ることある？我が娘、あ、やっぱり。じゃあこれやってみますね。おお、ありがたい、うん、急ぎの事態で困っておったのだ、うんうんうん、これから丸一日ほどかけて。あ、そうだ、なんか水瓶がいるって言ったな。ある会合に出なければならんのだが、うんうんうん、娘に領土見物をさせる約束とかぶってしまってな。どうしても会合は、それを各社に頼むっていう。そこでだ、うん、あんたに娘の引率を任せて町を案内してやってほしいのだよ、うんうん、ほらそこにいるのが娘だ。知ってるよ、超生意気なやつね。反抗期でね、どうにも扱いづらい、うん、もちろん報酬は弾む。あんたなら断らんよな。じゃああとは娘に聞いてくれんか。あ、じゃあ娘にちょっと聞く前に水瓶をね。頼んだぞ。水瓶がなきゃダメっぽいんで、ちょっと待っててよ。シモン、ちょっと待ってて。ヤッホー。これは推測ですが。はい、お嬢様との一日は大変なものになりそうです。なんか知ってる。これは推測ですが、お嬢様。あ、この人、目が赤と青だ。古田、どこ行くの？拗ねないで。これは推測ですが、お嬢様との一日は大変なものになりそうです。はい、ちょっとね、
これをクリアすると金の彫像が手に入るらしいんですけど、ちゃんとやらないと手に入らないっぽいので、で水瓶って言ってた気がするから、あんまりまだあのちょろっと見ただけの情報なんですけど、でまあ一応セーブしてやってみてダメだったらロードするか。そんなクエがあったとはね。ごきげんよう。水瓶10本ぐらい持っとこうか。バカでかい上品、うんうん、好きなのを選びな。まあ、1本でいいんだろうけど。何をする？ね、水瓶ってここ？違う。これじゃダメなのか。こっちの方が美味しいぞ。ツールズかな？これだ。6本でいいや。さあ、何をする？好きなのを選びな。また来て。で、ちょっとクエストやる前にセーブして、なんかね、要はお嬢様のご機嫌を損ねないようにすればいいみたいだから、まあできる限りやってみよう。セーブ、セーブするよ。